こんにちは。柏原隆一の今日のインテリアに始めさせていただきます。今日はプーチン死亡と内乱の始まりと、こういうテーマについてお話ししようと思います。ジェネラル SVR がついにやってくれました。プーチン死亡したよ。そういう,ふうに報道が始まりましたね。じゃあちょっとね、あの、エクスプレスのね、報道からね、ちょっと紹介します。えー、まあ、プーチンの死体は冷凍庫に保管されていると、こういう話なんですけど。まあ、じゃあ、エクスプレスのね、報道からいきますね。 えー、プーチンの健康状態は数年前からさまざまな憶測を呼んでいるがここ数ヶ月彼が極度の体調不良に陥っているとの報道が出ていると、えー、ロシアの SBR の元メンバーと現メンバーが運営していると主張するソーシャルメディアのアカウントがプーチンが死亡したと主張している <laughs> あの、えー、対外情報庁ですね SBR ではね情報機関です。 で、えーメッセージえー、メッセージングプラットフォームテレガラムとジェネラル s u r と呼ばれるチャンネルは木曜日に医師が数分間蘇生を試みた後、モスクワ時間の午後8時42分にロシア大統領が死亡したとの、えー、センセージナルな主張を行ったとそうそうない未検証の投稿はプーチンの健康が悪化して以来集中治療,治療室に変わってしまっていた、えーまあ、自宅の一室で死亡したと付き合えたと。 で金曜日の朝にシェアされた別の投稿で「テレグラムのアカウントは死亡したとされる事件後治安当局者が医師たちに落ち着いて静かに待つように命じた」と主張したと、えー。ジェネラル・レズ・フィワールはまた「親、えー、プーチンのサークルがプーチンの代わりに国を率いる影の大統領権力をどのように作るかを交渉しておりロシア大統領がまだ生きていると錯覚させるために影虫を使っている」と主張したと。 ジェネラルレズビワアルはまた新婦えー、っとで同じテレグラムのアカウントがプーチンの遺体は冷凍庫に入れられたと主張したと投稿にはこうある個人に対する敬意がないプーチンの死体はバルダイの大統領官邸の冷凍庫に入れられたプーチンの治療と蘇生に参加した医師たちは邸内のいくつかの部屋に分散され大統領の警護サービスに拘束され続けているだからお医者さんも帰れない状態にあるとこういうことなんですね ジェネラル SBR はこの数か月プーチンの健康状態をめぐり証拠を提示することなく数々の疑惑を唱えてきたと。10月23日にはロシア大統領が心停止に陥ったが医療専門家の介入で意識を取り戻したと主張していたこの疑惑は多くの西側メディアによって取り上げられクレムリンはプーチンの大量不良のうの噂について沈黙を破らざるを得なかった。 でクレムリンのペスコフ報道官は10月24日、えー、ロシアの指導者は全てもう全然元気ですぜと、えー、元気ですと述べたと、えー、指導者が公の前に出るために、えー、影武者を使っているという指摘を馬鹿げた電話だと一蹴したと10月27日ペスコフ氏は、えー、プーチンの健康状態をめぐる噂を打ち消すように再び命じられたプーチンの死に関するメッセージは、えー、不合理な情報のルーダーと、えー、報道官は述べたと。 こううした噂を払拭するかのように、えー、クレムリンはプーチン大統領の新ししい写真も発表したと。プーチン大統領がビデオリンクを通じて、えー、安全保障会議の議長を務めている光景だったとまあだからまだわからないですけどねとにかくジェネラル SVR がついにプーチンは死亡とこういうことを言ったと。 うういうことですね。どこまで合ってるのかわかんないんですよね、このソースしかないというね、多分、うんどうなんでしょうか、これを評価するのはよくわかんない、だからこれからねこの今、今後の展開から考えると、ロシアの正解がどうなるかですね、ほかのパトルシェフとかね、あその辺がどう動くか、そういうのをちゃんとじっと見て,見,見ていなきゃいけないと、そういうことだと思うんですよ、そこでなんか、あれ、ドンちゃんやってるよっていうのが分かったら、あこれはやっぱりプーチン死んでるかもと。 そういういことになりますね。何にもない状態で1ヶ月か2ヶ月か3ヶ月かぐらい過ぎればあこれはデたらめやったなと判断できると思いますけどまあ、えー、このひょっとしたら死んでるかもとこういうことですよね。それはやっぱりこうちょっと考えておいてもいいんじゃないかなと思います。でその次が、えー、実は内乱、えー、っていう話だよねロシアがねいよいよ潰れ始めましたよこういう話なんですね。じゃこれもね、えー、言ってみますね。 えー、プーチンはウクライナ侵攻後わずかに数週間から、えー、っとウクライナでの長期戦に耐えるために軍事の準備に対する批判に取り組んでいると、えー、プーチンは指揮官の命令に従わない兵士の増加により新たな、えー、反乱を取り締まらなければならない事態に直面していると,とロシアの独立系ニュース・ソースが主張していると。ロシアア側のテレグララムチャンネルアストラは ウクライナにいるロシア兵のロシア兵の家族が命令に従わなかったり、完全に無視したりしたため拘束されたと報告することが増えていると主張したと。だから、もう命令に従わない兵士が拘束され始めているとこういうことなんですね。彼らはまた食料は水砲兵物資の不足だけでなくトップの準備不足についてのえ、逸話の終わりにないリスト。が、 に追加しているとだからもうそんなもう何も足りないじゃないかっていう話がもう前線でものすごく積み上がってるわけですね。で兵士までが動かなくなったとこういうことなんですよ、ね。ワグネルの指導者であったエフガニー・プリコジンが部下にモスクワに向かうように命じたためプーチンが失脚の危機にされたれてから半年も経たないうちに動揺が広がっていると,という憶測が流れていると。アストラは現在の ウクライナの占領地域に全域に少なくとも16の場所があり手に負えない兵士たちが反抗的な態度で拘束されていると主張しているとまあ16箇所ぐらいね反抗的な兵士を、えー、とこう閉じ込めておく場所があるんだとこういうことですね。で報道では兵士たちの携帯電話が没収され家族や友人たちとの連絡も禁じられているというと。 同チャンネルの司会者は拘束された兵士173名,17名について情報を集めたがその数は氷山の一角だと述べたと反抗的な態度で捕まった兵士たちは前線に送られる新しい突撃部隊に吸収される前にロシアの訓練場に送り返されると兵士の一団はロシアのクルクス地方で再訓練を受ける前にドネツク州のロジプネで拘束されたと報じられていると。 兵士の一人の弁護士にあればその兵士たちは第15機動小銃連隊の約50名でその後アウディーカでのウクライナの犯行を終わらせるための努力に参加されるというとまあまあツイッターの、えー、クリス・オウィスキーと知られる、えー、と軍事アナリストは自身のロプロフィールで この主張を紹介しロシアが最近経験した大きな損失によって不満が大きく煽られていると指摘したと。ロシア軍のウクライナのいくつかの地域での攻撃で甚大な損失を蓄積しているためここ数週間で数百名のロシア軍兵士が反乱を起こした可能性があると。少なくとも173人が命令を拒否して拘束されたと報告されておりこれは氷山の一角かもしれないと。だから、あのー あのね、最近のねロシ,アロシア軍の、ね、活動というのかそれはものすごくもう自殺的な行為が多くて1日に1,000人ぐらい死んでるとかそういう報道もありましたねですからあのかなりこの,この2週間か3週間ぐらいでかなりあのロシア軍は相当あの <coughs> 損失というのかそれを被ったようですですからまあ当然ね困難んんだったら行きたくないよっていう兵士が出てくるのは当然でしょうね だからそういう側に収容所にいられてるっていうのもすごく分かりやすい話だと思いますだからプーチンが亡くなって兵士が言うことを聞かなくなってって言ったらこれもうロシア軍としては全面崩壊なんじゃないのとそういう気がしますねだからロシア政府がいつまでプーチンの、ね、死亡を拒否できるかそれはすごく見ものだと思いますねまあ死んだかどうかまだ分かりませんけどねでももう前線がこんな感じで崩壊してしまってるわけですよこれ、ね ウクナ勝つんでしょうかね <laughs> 本当信じられないですよね。本当にね。本当信じられないです。こんなこと言う人もいるんですよね。というわけで今日はこのぐらいで。よろしかったら UFO のポチョそしてチャンネル登録もぜひお願いします。そしてあの、えー、っとあの、サンクスね。サンクスも本当助かってますんで、できればよろしくお願いします。というわけで今日はおしまいしますね。じゃあ失礼します。